港内駅舎は川口駅は、徳島県三好市山城町大川持ちにある四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は D25。徳島県では最西端の駅であるとともに、三好市山城町の中心部への最寄り駅である。観光列車、四国真ん中千年物語が、運転停車する際、 ホームで山城狸の会の化け狸着ぐるみ等による艦隊や地元特産品の販売等が行われている。駅舎には周辺地域に伝わる妖怪狸伝説をもとにした記者狸が設置されている。相対式ホーム2面2線を有し列車の交換が可能な地上駅。分岐器は通過列車を考慮して18番両開きである。駅舎が置かれている。ホーム間は 古線橋で移動する。トイレは駅舎を出て右にある。駅は三好市道と国道32号に挟まれている。駅舎と駅の入り口は市道側にあり、国道側から直接駅に入ることはできない。新宮線の天日新宮診療所前の区間は四国中央市福祉バスに転換され、一日点5往復、土日宿、お盆、年末年始は、 全便運休となっているので注意されたい。瀬戸内バス、伊予美島駅行きへの接続は引き続き取られている。茂げるち、天日館は、徒歩連絡となる。1日平均乗車人員は、下記の通り、ありがとうございます。